高機動車は陸上自衛隊が装備している人員輸送用車両である。また、同車をベースとした様々な派生車両が存在する。防衛省は略称を HMV 広報活動用として愛称を疾風としているが、部隊内では高畑とも呼ばれている。アメリカ軍のハンビーをもじり、ジャンビーやジャパニーズハマーと呼ばれた時期もある。 1990年代初頭に陸上自衛隊に採用された人員輸送用自動車。開発、納入はトヨタ自動車、製造は日野自動車が担当している。自衛隊専用で市販はされていないが、本車両をベースとした民生用バージョンのメガクルーザーが市販され、JAF、通信会社、地方公共団体などが主に災害対策者として保有している。 陸自が開発に加わっていること、陸自内部での使用要望が多いこと、陸自ほどの過酷な使用は想定されないことから、航空自衛隊と海上自衛隊では高機動車ではなく、民間用メガクルーザーをベースにした車両を装備している。メーカーが制定した形式は15バイト型エンジン車が BXD10、N04C 型エンジン車が XCD10。現在では、 配備が進み、ほとんどの普通化部隊に配備されている。価格は1両あたり約770万円で、基本型と派生型を含めて、これまでの製造台数は累計3000両を超え、現在も調達が続いている。普通化部隊の小銃招待コパンの輸送や、火砲トレーラーなどの牽引にも使用される。本車両をベースとした派生型も多数存在している。 2000年以降 ETC 普及に伴い演習場へ移動する際に高速道路を使用することの多い九州、本州の部隊から随時 ETC 機器類の取り付けが行われた。1993年から各試験のデータ、収集用として装備実験隊に10数量、普通化共同連隊に3個中隊分を呼び、第一空挺団普通化群の各中隊で運用分が、 実験的に配備された。翌年の1994年には、部隊での運用実験を兼ねて、当時最も訓練が厳しく装備品の部隊実験が、盛んに行われていた第2師団の、各部隊に配備が開始。第9普通科連隊に数量のほか、第3普通科連隊本部管理中隊に2両、対戦車中隊に1両、 第25普通化連隊の各中隊に給料ずつ配備され、第26普通化連隊にも各中隊給料ずつ配備が行われた。なお、重サコ員車に限っては、120mm 迫撃砲 RT との同時納付である観点から当初は必要数の半分を各連隊の銃挟ま中隊へ納入し、事後製造と納入が軌道に乗ってからは、 残りの必要数が各部隊へ納入されている。1994年に第2師団への部隊実験配備が完了後は1995年春に第1師団の第1普通科連隊へ納入が開始され、以降は本州の普通科連隊を中心に全国の部隊に配備が開始された。2010年春をもって全国の普通科連隊への配備が完了し、事後は 車両損耗更新用に蓄次入れ替えようとして、納入の他に、特化部隊や施設化部隊、通信化部隊へ必要数が納入されている。現在は初期型、中期製造型の一部が、対応年数の規定到達による廃車となり、現在普通化連帯に配備されている。高機動車は2014年の段階で3000番台が納入されている。側面直線上のフレームと、 ドライブトレインの様子がわかる初期型の高機動車と初期に導入された高機動車用トレーラーの組み合わせ牽引状態の確認と車番から第二次団部隊に初期型が配置されていることが確認自任運搬や物資運搬など多用途に利用可能なマイクロバスとトラック両方の性格を合わせ持つ車両災害派遣など一般道路を使用する際は 七十三式小型トラックや七十三式中型トラックなどとともに使用される。非装甲車両として設計されており、ボンネットは FRP 製で防弾構造になっていないが、一般的な積層方法で製造されるメガクルーザーに対し、高機動車では真空成形となっている。ラジエーターも一般の自動車同様垂直に置かれている。一部車両は、 運転席と助手席の間のスペースにエアコン装置を装着している。初期生産型はシートのリクライニング機構が省かれていたが、後の改良でリクライニングシートとオプションで CD プレイヤー付きラジオが設定された。固定武装はないが、重荷をロールバーに取り付けることで、 普通科隊員が装備している 5.56mm 機関銃、ミニミを据え付けて射撃することができる。現在生産されている73式中型トラックと、本社のシャーシは、4WS のウム、ホイールベース、バネルト以外は共通となっている。当初、ダイナ、トヨタ、トヨエースなどに使われていた、総排気量 4104cc の直列4。 気筒直噴ディーゼルエンジンである15バイト型にターボとインタークーラーを装備した15バイト FT 型を搭載していた。その後、自動車排出ガス規制の段階的な強化に対応し、平成11年度平成15年度導入分については、噴射ポンプを電子制御化して、排ガス記号形形相当の長期規制に適合した15バイト、ふと型に換装した。 新短期規制以後は、ダイナトヨエース同様、排気量 4009cc の日の自動車製、N04C シリーズへと変更されている。ドライブトレインは、任意にロックできる、センターデフを持つ、フルタイム 4WD。デフには、前後ともに、電動デフロック機構対応のトルセン LSD を装備している。さらに、3次減速装置として、 ハブリダクションドライブを持ち、それに伴い、ホイールブレーキは、インボードマウントとなった。初期型のエンジン始動は、夏場でも、一定時間 ON 状態にして、予熱を行い、電気系統とブレーキ用コンプレッサー作動のチェックを、必要とする反面、15バイト型エンジンの長所として、始動性が良い。現在生産されている車両は、予熱をあまり必要としない分、 初期型に比べ長くスターターモーターを回す必要がある。ハブリダクション機構によってドライブシャフトが車輪からオフセットしている。またインボードのブレーキローターが見える。筒状のものはタイヤ空気圧復帰用のエアタンクサスペンションは4輪ダブルウィッシュボーンでハブやサスペンションアームは4輪ともにある程度の互換性を持たされている。後輪に 油圧式操打装置を持った逆位相 4WS を採用している。これは最小回転半径を小さくするための機構だが、高速走行時にも大打角を切れば後輪は前輪とは逆位相で動くため、パニック操打時の安全性には問題が出る場合がある。センタリングスプリングによるフェールセーフ機構が備わっており、油圧系統の異常時やエンジンが止まり、 油圧が下がると中立に戻る。また、ハブリダクションを採用しており、最低地上高の確保に配慮がなされている。ダイナやランドクルーザーなど、市販車の技術を応用しているため、一般路での走行性能は高く、大きな最低地上高、タイヤ空気圧調整装置、幅広体系タイヤの採用による、低設置圧などにより、路外機動性も確保されている。 ランフラットタイヤを採用し、被弾しても、運転席横パネルにあるスイッチを操作することで、空気圧調整装置を最大限まで併用し、一般道での法定速度走行ができる程度は維持できる。ホイールとは別に、タイヤ内部に中ごと呼ばれる金属製のリング状の金具を取り付けており、タイヤ交換時には金具を分離する必要があるため、 経験者による指導を受けながらの作業が必須となる。メガクルーザーともども、タイヤは 3712.50R17.5 から 8PRLT という大きな上に特殊なサイズで、夏用、冬用ともに専用品となっており、ブリジストンの一社供給となっている。スタッドレスタイヤの銘柄は、ブリザック W965 及び、 W945 で、いずれも特注品となっている。120mm 迫撃砲を牽引するへサコ拳印車 120mm 迫撃砲 RT を牽引する車両にも本社とほとんど同じ車両が利用されているが、120mm 迫撃砲の弾薬を固定する金具などを後部座席床に設置、などの差異が見られ、中サコ拳印車の名称で、 方の備品扱いとなっている。高機動車のナンバープレートが 06NNN であるのに対し、重コケ研飲車は50から 4NNN のナンバーが取り付けられている。内部に防弾ガラスとドアや天井には防弾板を追加し、荷台部分は内部を防弾板を箱型形状にしたもので多い。さらにワイヤーカッターの装備。 国所地での使用を考慮して、ホロの断熱材への変更、運転席左部のセレクターレバー真横付近にエアコンを取り付けるなどの改良が行われた車両。イラク派遣の際には、軽装工機動車や96式、送輪装甲車などとともに現地に派遣され活動した。2005年6月23日に、路肩に置かれた、アイドによる攻撃を受けたが、 爆発が小規模で直下での爆発ではなかったため、表側の通常のフロントガラスにひびが入るほか、ドアが凹む程度の損傷で、けが人はなかった。高機動車はイラク派遣終了後も調達が継続されており、中央即応集団参加の中央即応連隊、及び国際活動教育隊に配備されているほか、各方面隊冷下の補給どころに、 海外派遣に備えて1個中隊程度の数量が配備されている。2008年度予算で調達された車両からは名称が高機動車に変更された。手段通信システムなど通信システムの運用のため各手段、旅団の通信代隊や中隊及び普通化連隊、特化連隊など本部管理中隊通信小隊に配備されている高機動車は車番が 06から 6XXX 以降の、車番に統一されている。高機動車は、通信機材の積載など、通信用は、通信用員の輸送や、機材積載に使用される。93式近距離地対空誘導弾96、式多目的誘導弾システム中距離多目的、誘導弾基地防空用地対空誘導弾、JTPSP-18 低空レーダー装置。 JMRCC4 衛星多日通信可反極装置航空電源車ありがとうございます